私のエロ狭い史。本日の研究テーマは古舘伊知郎さんのエロ狭い史です。なんや、事件が起きたのは、うん、古舘伊知郎さんがメガネが似合う著名人に贈られる日本メガネベストドレッサー賞の授賞式に登壇した時のこと。お、司会者から古舘さんにとってメガネとはと聞かれ、アナウンサーとしての血が騒いだのか、うん、名フレーズを残したかったのか、素顔のコンドームと会場ドン引きの発言これをつけてないと落ち着かないんですよとフォローをしたものの、はいはいはい、取り戻すことはできず、はい、まるで中折れのような授賞式となってしまいました。いや、まあ、中折れというかね、うまいこと言わんでええねんっていうね、ああなるほど。でも素顔のコンドームっていう、その、まあ、ちょっと古舘さん、はい、俺大リスペクトしてるんですけど、はい、そのまあエロいとかエロくないとかとりあえず置いといて、うんうんうん、素顔のコンドームっていう表現が合ってるのかなというか、なんかいやこれほんまに俺トーキングブルースが見てさめっちゃすごい感動してるんやけど、はい、いやこれだけですよ。コンドームってだってさ、まあ、避妊具じゃないですか、うん、じゃあエチケットでつけてるってことみたいな。あ、だって本来は生でしたいわけじゃないですか、じゃあ本来は生でいたいってことですかとかなんかいろいろ考えちゃうんですよねその辺。でもこれ2020年、古舘さん65歳での出来事だそうで、割と最近ですね。割と最近だけれども、はい、もういいやん65歳でこんなこと言ったって。なのですが、うん、中折れしたのはですね、なんとこれ2回目だそうで。中折れって何なの1990年、同じ賞を受賞した際にもコンドーム発言、30年ぶり2度目の中折れ受賞式だったとのことです。コンドーム発言してたんや、同じこと言ってたってこと、あ、同じこと言ってたんや。でもさ、それ俺さ、受賞式ってさ、はい、基本受けないから多分、まずそこはあるんですよ。まず滑ってるという前提はこれ受けてないだけなんですよ多分。で、実証式って受けづらいと思うんですよね。なるほど。でも同じこと言ってたっていうのはちょっと恥ずかしいんだけど、あんだけ言葉の魔術師よ。いや俺でもここばっかりはね。でも俺今年あのトーキングブルース見てますから、あの配信で、はいはい、めっちゃおもろいから、うん、すごいから、だから長い長尺がいるんですよ。そんな短い時間の会話で古舘伊知郎さんのことを分かってほしくない、俺は。ちゃんと見てくれと。そう俺が言ったんやけどちょっと表現としてどうなんすかねって。俺なんで古舘伊知郎さんに物申さなかったの絶対に物申したくない人やわ、ね、ぜひあの、うん、配信とかもね皆さん、いや素晴らしい素晴らしい人ですから。はい、それでは始めていきましょう、ボイズハート放送局。オナッホー月森ねねです。トイズリは南川でございます。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい、ということでございますね。はい、南川さんもメガネドレッサー賞的なね、いや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 、ジーニスト賞的なのは、あー、そのね、ね、あのでも妻は来ないのかしら、デニムの、はい、ベストジーニストをめっちゃ狙ってました、ね、いや俺無理やろと思ってたんですけど、なんか本気で悔しがる俺だから、俺最初冗談で言ってたから、冗談で言ってると思ってるから、うん、なんか今年ちょっと待って、なんかベストジーニスト賞から全然連絡来ないんだけど、マジで腹立つんだけどみたいなほんまにムカついてたらびっくりしたよ。でほんまに取ろうと思ってたら奥様マジギレ、あんまりない、あんまりないよと思って、絶対ないよ俺とか言いながらせっかくデニムのイメージあるのにみたいな。いやそうやけどさ、あれはさ、だってね、言っても草薙さんとかね、うんうん、あのあたりでしょとか言ってたら、いやだって前は東野さんで撮ってたもんとか言って、いやいやいや東野さんが撮ったみたいな。確かに、あ、出川さんも撮ってんねや、あ、ほんまや、あれ、これ南川さんいけますよ、出川さん撮ってんねや、うん、荻野目洋子さんとかも撮ってる別所哲也さんも撮ってるすごいやん、草刈正雄さん藤岡弘さん、あ、取れるかも、これいけるのでは南川さん、ちょっとやっぱね、デニム好きを見てください、2014年サマーズさん撮ってるやん、やっぱサマーズさんはイメージあるもんね、やっぱ芸人さんでも結構撮ってますね。で俺この前サマーズさんから聞いてびっくりしたんやけど、はい、三村さんってアロハのイメージあるでしょ、うん、はい、実はアロハあんま来てないんですって、大竹さんの方が来てるんですよ。俺そうびっくりしたのよ、俺ほんま大竹さんの方が全然来てるんですって、あ、そうなんやって、うんうん、でもサマーさん撮ってて、あ、そうなるとやっぱり俺も狙いたいね、行きましょう。でもちょっと今年来年は無理やってほしい、あれだから来年再来年はね、ちょっともう一回デニム、俺さデニムちょっとどんどん YouTube 上げていこうじゃんもうベストジーニスト、ちょっと狙っていきたい、芸人でドレッサー俺目いいからね実は
あ、だってメガネやから。うん、そっかそっか。そう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 、うんうん、メガネドレスターショーも確かに やりたいですよね。まあまあね。でなんか何かしらでね。メガ、あなたにとってメガネは何ですかとか言われて、なんとかコンドームに引っ掛けて。そういうのありますね。はい、はい、そういうことですね。ねねちゃんはどう、なんか賞欲しい、欲しい。そうですか。なんか声優の賞とかってあるんですか。一応なんか声優アワードっていうものは存在するんですけど、うんうんうん、まあ美少女ゲームメインで活動してる人は基本関係のないお話。あ、そうかそうか。あのアニメーションだったりとか、ね、あの全年齢向けのゲームだったりとか。そうか。だからまあそうね、方が狙い声優って確かに幅広いもん ね、 そ、 うですね。そこをちょっとこれからなんかね賞、うんうん、狙っていきたいよね。なんかね、なんか死ぬまでに、うん、そうよね。でも俺だって今まで賞なんか何も取ったことないから。あ、うん、ね、意外ですね。そう、なんか取ってそうな感じが。あ、なんか取りたい、取りましょう。ラジオショーで何かある？ラジオのショーで何かある？ギャラクシー賞。あー、ギャラクシー賞取れるか。取れるわけあるか。おい、ちょっとでもなんか取れ、狙ってくって言おうとした自分が恥ずかしいです。取れるか、あんなもん。それか。でも俺この前なんか番組で、はい、あのまたこの番組のね、あのなんかいろいろちょっと忙しい、いやすみません僕ラジオ、あのエロラジオやってましたよとか、うん、あのちょっとね、あのエッチなおもちゃ、あの一社提供でやってますって言ったら、あの大久保さん、大久保佳代子さんが、はい、あ、奇遇ね、私もよって言ってた。奇遇ね、私も一社提供でやってるとか言って、エロいラジオやってるやってる、ポッドキャストでやってるって言ってたんで、大久保さんもやってらっしゃるみたいです、うん、ね、大久保さんもやってらっしゃるんでね。一緒にギャラクシー賞狙って。そうですね、もうエロラジオね、まあ、ギャラクシー賞狙えたら、はい、まあね、まあ、だからそうじゃな、ねねちゃんも声優アワード取れるかもしれない、はい、あ、そうか、それぐらいの難易度。そうだ、じゃあなかなか、まあ、どっちにとっても失礼な話。まあでもね、あのその賞を取り取っていきます、はい、ね、気持ちでいきましょう。ちょっと、はい、やっていきましょう。番組の実験や感想はハッシュタグトイズハート放送局でお待ちしています。それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。よろしくお願いいたします。はい、まあだから、まだギャラクシー賞を狙っていくためには、そうですね、これからいろいろ伏線張っていった伏線を張っていくようなね、そんなね会にしたいですけどね、エロいことばかりではなくてね、そうですか、はい、メールがね今回来ているんですが、うん、はい、メール来てる。あの夜の場所宛てのを、ほうほうほう、あのコシチゴーリーしたためて送ってきてもらったメールを、はい、お名前いちごカーブさんからいただきました、はいはいはい、どうぞ。行きたいな、エッチなお店、日夜僕。何、僕は24歳の童貞なのですが、エッチなお店にも行ったことのない完璧な純潔童貞でございます。なるほど。このまま童貞のまま年を重ねると、うん、いつかお店に行った際、うん、同い年の嬢の方の年齢も上がり、はい、ピチピチの若い子は6歳も年下みたいなことになるのではと思い、はいはいはい、ネットでデリヘルとはホテヘルの違いはなど調べましたが、はい、結局金銭面と童貞おなじみのそんなあっさり童貞を捨てていいのかとの考えで、うん、お店にまだ行けませんと。なるほど。ただ予習はしておこうと、はい、VR 風俗店に担任の俺が行ったら教え子の JK が働いてたを見ました、うん、よかったです。やかましいわよかった、そりゃいいやろそりゃ、はい、あっさり捨てた方がよくない。俺は、まあ、分からんけど、童貞。ね、なんかサイダーさんとか、うん、なんで童貞を大事にしてるんかが分からへんねんけど、俺はね。そこ大事にしてる人たまにいるよね。なんか誇りを持ってそうですよね、サイダーさんの。そう、何の誇りなん？その1円にもならんしさ、1ミリもかっこよくない、その誇り何なん？当事者がいないから。でもさ、あの、バキバキ童貞、バキ童？ね、グンピーさん。グンピーさん。と、あと、カカロニのクリタニさん。クリタニ。あ、クリタニもそうやったっけ？クリタニもそうか。そうですね。あ、そうか、ね、でもさ正直これ、はい、まあ唯一芸人は童貞金にできるもんね、うん、あ、役者とかでもできないでしょ、役者も別に、まあ、そうですね、なんか童貞売りする役者ってなんか、まあ、そうでしょ、うん、役者やったらいろんなこと経験しといて、うん、なんかいろんな役やるとか、うん、ミュージシャンもまあミュージシャンもいるか、ミュージシャンも童貞で、あ、ほらだって忘れらんねえよっていうバンドが出てて、うん、童貞のことよく歌にしてたけど、うん、結局童貞じゃなかったみたいなことで叩かれてたもん、あどうだから、だから芸人はなんか童貞であることがちょっと一つこうね、うん、
一つのトピックスになっていじられたりいじられなかったりとかするわけですから、はい、一ついいんやろうけどね、芸人は。そうですね。でもプラスになりますよね。じゃなかったら捨てた方がよくない、うん、正直さ、ホテヘルとかデリヘルでは童貞捨てれないじゃないですか。まあ、そうですね。そうだって別に本番するわけじゃないんやから、うん、だからとりあえず何のことも考えずに女性となんか接するっていうことを考えて、一応なんかエッチなお店行った方がいいよ、うん、一旦その一回ね。でそのそういう体勢をつけといた方がいいよ。う、ね、うん、絶対にね。若いから大丈夫よ。24歳か。24歳童貞って、まあ、遅いんかな。まあまあ遅いんやろうけど。そうなんですかね、この時代で遅いんかな。でもなんか日本人は童貞率高いって言うよね。ね、まあ、それこそグンピーさんがそれのねインタビューをきっかけにバズって。あ、そっかそっかそっか、バキ童ね。はい、ね、バキバキ童貞です。ね、うん、あ、そうか、高いんか。でも俺もそんなに。海外だともっと早いのかな。早いんじゃない？20代。日本人の童貞率4割、処女率は3割。20代で？はい。まあ、やっぱ装飾系な方が増えてるんですか、奥手というか。確かにもうね、うん、今はさ。エロいコンテンツ多すぎるもん。そうですね、トイズハート様があったら、それ童貞率高くなります。やっぱそれもしちゃうと、ね、それもトイズハート様の力なのかもしれません ね、 それはね、はっきり言うて魅力があるから、魅力があるからこそ。だからだってその言うたらさ、もう賢者タイムが長すぎるんですよ、うん、やっぱそのムラ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 してる時間が多いほど早く童貞世代やりたいっていう気持ちがあるけど、やっぱ基本的にみんなそうすぐ抜いちゃうのよ多分。で抜ける環境にあるから、うん、まあ幸せでありなかなかね、うん、そのあたりはあるかもしれんけど、僕なんかその、はい、袋とさ、はい、YouTube でさ風俗場とコンパするってやっちゃってるけど、ね、やっぱもう今も風俗場もさ、はい、すごい綺麗やしさあ、ね、なんか本当にタレントさんかなみたいなね、そう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 、方とかね、あんな方とさそのそ、ね、お金を払ってなんかちょっと過ごせるなんてさ、そう、ね、すごいやんか、はい、だからそういう意味ではね、そういうエッチなお店も増えてるわけやから、いろいろ経験するのも大事やと思いますけどね。いちごカーブさんどこにお住まいなのかしら。でもまあお店はいっぱいあるからね。大阪だったらね、波川さんね、ずっとネタにしてる秘密クラブでしたっけ。秘密クラブね。秘密クラブはでも童貞捨てれないよ。あ、そっかそっか。だってしかも別に秘密クラブだってあれやもん、あの基本的にエッチというか手ですもん。あ、手なんですよ基本的に。こう攻めてくれるだけで、別にもちろん向こうの裸見れない時あるもん。へえ、そうですよ、そうですよ。ちょっとなんかじゃ初心者向けのお店かと言われたら、そうそうそう、だからお胸を触ろうもんならね、はい、何してんの、誰が触っていいって言ったとかってすごいちょっと SM ごめんなさいっていう、そういうそういうのでも芸人がみんなハマったっていうSM のことが多いかしら。そういうことでございますね。まあ、はい、ぜひいろんなお店行ってみてね。はい、はい、あとですね、はい、もう一つですね、もう一つメールいただいて、どうぞ。ねねさん、南川くん、おなほー、おなほー、自称番組公式リスナー、ひらがなでくぼたと書きまして、出た出た、サムシングエロスと申します。先日は番組にお邪魔させていただきありがとうございました。はい、番組でも話題になった2つのオナホを使って 3P 体験ありましたね、やらせていただきました。いやいやいや、後輩の番組にさ体験談を送ってくれるなんてさ、なんていい人なの。送ってくれますよ、ね、俺はもう本当にリスペクトしてるんですけども使わせてもらったのは、はい、レイドさんと生徒会長、 3P だけに賛否両論あると思いますが、やかましよ、ぬるぬるのブリンブリンで最高でした、はい、乾燥する季節ですが、ああメンテキットを使ってしっかりと乾燥させて、はい、また使わせていただきます。あらら、嬉しいね。寒くなってきましたので、皆様暖かくしてオナホライフを楽しみましょう。いや、もうリスナーと同じ感じやん。ありがとうございます。一目散久保田さんからです。リスナーと、ね、サムシングエロスさん、はい、しかもこれ日付的に今月送ってきてくれたもんね。見せてください、見せてください。あのちゃんと電話番号書いてあるので、もちろんもちろん、ほんまや。電話かけたら多分出てくれますよ。あ、ほんまや、久保田高政さんね。46歳男性、46歳男性ね、東京都在住の、46歳、久保田さん46歳だったもん。おめでとうございます。俺とだからもう、 そう6歳差ぐらいなんかな。そうなんですよ、ね、レビュー送ってきてくださいました、うん、久保田ありがたい限りでございますね。ます嬉しいやん、ほんまに。あの一目さんというね、漫才コンビで松竹芸能にいますけれども ね、はい、ね、うん、でもう本当に僕はお世話になってるんですよ、うん、東京来た時からバイトを一緒にさせていただいて、もう久保田さんには本当にいろいろご飯も飲みもいろいろやってくれた人がですね、まさかオナホ
オナホ経験談っていうか、オナホの感想を送ってくれると嬉しい。ぬるぬるのブリンブリンで最高でしたって、ね、後輩に何を言ってるんですか。賛否だけに賛否両論あると思う。賛否両論あるって言ったらダメなんですよ。ね、P があるって言ったらダメなんですよ。こっち一応トイズハートの一社提供なんですから。三です。三論、三論しかないんで。三の論ね。ぬるぬるのブリンブリンで最高なんでしょ。で三論じゃないですか。もう三 P 言いたいだけやから本当に。あ、でもメンテケートキットを使っていただいて。ね。じゃあ久保田さんもね、ちょ随時ちょっと呼ばないといけませんからね。そうですね。またぜひとも来ていただいて、ちょっとまたあのこの定期的にそのねオナホを渡して、また感想を送っていただかないことには、やっぱそれのこのマッチポンプ形式でやっていきたいわけですから、お願いしますよ。来ていただきましょう。うん、もうそうそうサイダーを呼ぶぐらいならやっぱり久保田さんを呼ぶ。サイダーさんがまた。サイダーにはこの熱量がないじゃない。やっぱりね。確かに。メールくれないですね。メールくれないよ。ほんまに聞いてんの？ちょっと尖ってんないつ。見てくださいこの久保田さんのこの実直さ。ね。実直でしょ。本当に。有言実行、有言実行の人でしょ。リスペクトしてくださいよ。ね、既婚者ですから。既婚者なんでね。僕結婚式も行ってますから僕は。ありがとうございました。ぜひぜひ。はい、番組ですね、引き続きあのお便りお待ちしておりますので、ぜひ、番組ページのフォームからお待ちしています。はい。トイズハート放送局。ここからはこちらのコーナー。いいよ。ヤフーエロ袋。何？こちらは某 Q&A サイトに、某も何も、某ヤフーで投稿された質問相談の中から少しエッチなものをピックアップ。ベストアンサーに選ばれた回答を予想しながら勝手に悩み事を解決しちゃおうというコーナーです。おー、なるほど。では最初ですね、こちらです。何でしょう？エロ画像を友人に送ろうとして、間違えて彼女に送ってしまいました。あら、彼女から何これと LINE が入って気づきました、慌てて画像を消して間違いになったと謝りましたが怒ったままです。どうしたらいいですか。いやこれさ、何歳にもよるよね。そうですね、まあね、年齢はちょっとわからないですけれども、ベストアンサーは出てる。はい、出てるそうで。何やろうな。はい、だからそこで謝ること自体がもうすでに間違えてるんですよ。お、謝ったらもう負けなんですよ。開き直った方がいいってことですか。うん、もちろん。これだから彼女から何これって来たら、これがしたい、あー、 いいでもそれ。そう、そうでしょ、これがしたいんだよ、恥ずかしながら言わせて、これがしたい、あなたとこれがしたい的なことを言う。そう、謝って消しちゃうとなんか向こうがなんかもう、あ、何、え、ちょっと何ってこう不信感をやってるから、間違いじゃないですよとまず思わせないことにはならないと思いますよね。どう、確かに変に謝るぐらいだったらなんか開き直って、そうよね。いやこの、まあ、例えばね、なんか作品の画像とかだったらこの作品を、ちょっとよくてみたいな、一緒に見たいよとかね。ねえ、なんかそう、一緒に丸々したいって言い回しがすごいいいなって思って。そう、いいよね、いいよね。使えるんじゃないって思いました。そうでしょう、これどうでしょう。はい、こっちの方がいいような気がするけど ねベストアンサーとなった。10代とかやったらきついんかな。回答、彼女はエロ画像を間違えて送ったことではなく、慌てて画像を消して間違いだったと謝ったこと、これに対して怒っている気がします。おい、変態的なエロ画像でなければこういうの見た時の反応が知りたかったんだけど、やっぱ女性は NG だよね、ごめんね、男同士は盛り上がるんだよとか言ってみてもよかったかもしれないです。これ南川さん正解じゃないですか。あれ、いやいや正解じゃないですね。そのなんかあの男なんていうと、そのなんか男はこんなんで盛り上がるんだよとか、そんななよなよしたね。そんななよなよしたらダメなんですよ。違うんだよ、その男らしく俺はやりたいんだよ、お前とって。これですよ。なんかそんな、え、女がダメだよね、NG だよね、そんな気使うな、やりたいこれだけでいい。何よ、なんとかなんだよね、じゃないんです。違うんですよ。はい、こちらがベストアンサーでございます。まあでもさ、今の時代だったらさ、結構あるやろうね。そうですね、LINE だと誤爆というか、そう、誤爆、LINE に限らずだから俺も先輩とかになんかほんま、俺一回なんか木本さんかな、になんかあの普通に来週よろしくって送ったことあるねんか、なんか後輩に送ると思って、木本さんがえ何をよろしくって言われた。優しい。何をやつって、よろしく頼もうとか言われて、まあ、そういう粋な感じ、あ、すみません間違えましたって、向こうはもう間違えてるって分かった上でこう言ってくれたりとかして、そういうのありましたね。
いやもう一問ですね、はい、ありますので、はい、やってみましょう。エッチした人数が30人いる27歳男性って付き合いたいと思いますか、はあ、今までの武勇伝を得意げに話してこられました、はあはあはあ、私は遊び人が好きではありません、うん、イケメンですが遊び人です。全く魅力感じません。皆さんはどうですか。エッチした人が30人いる27歳男性って付き合ってて思いますかでしょう。はー、見た目はイケメン、イケメンですだけど遊び人。あ、イケメンですが遊び人ね。あ、そういうことね。でもね、だから魅力感じません。あ、まあ、なんていうの、30人ぐらいいたとしたって、はい、別にそれで武勇伝で得意げに話してこられること、これでしょ多分ダメなところって、うんね、こう自分から言っちゃうところが、自分から言っちゃうことで良くない、うんうんうん、でもさ、確かに30人でまあ武勇伝で得意に話してこられてもみたいな感じない？うん、100人とか言われたらさ、うわすごいなと思うけどさ、30人ってさ、いや、まあ、なんかありえないかっていうさ別にさ、だからそう、可愛いっちゃ可愛いけどね、そういう意味では、うんうんうん、いやでもそれ自分がね嫌いやったら嫌いでいいと思うけど、うん、なんやろ、皆さんはどうですかって、それ好みによるやろとしか言われへん好みによるやろとしか言われへんけど、南川さんちなみにどうですか、こう経験人数豊富な女性、うん、女性、なんか若い時はさ、なんかやっぱりさ経験人数多かったら、なんか自分が経験人数が少ないから、なんかちょっとこう臆病になったりとかするけれども、なんか年齢いくと別に何も感じなくなってくるね。あ、もうそういうのあんま気にしないというか、そういうの別に気にしないなって感じになってくるけど、若い時は気にするんかも。あ、じゃあこの方も若いのかな、うんうん、どうなんでしょうね。それにはよるよね。え、どう、うん、ねねちゃんは遊び人、はい、遊び人ですか。まあ例えば例えばさ、そのコンパ行ったりとか、うん、まあ飲んだりとかした席でさ、なんか男の人が結構遊び人っぽくて、俺ちょっと経験人数、まあ、100人ぐらいいんだよねとか言って、あ、まあ人から言われるとか、こいつさ経験人数100人やねとか言われて、それとは全然やっぱ違います。自分が言うか相手が言うかによって確かに受け取り方、うん、まあその人が言ったとしたら、自分は別にひけらかさなかったとしても、うん、100人以上いる人はどう、魅力的。いや、なんか多分人としての多分なんか大切な何かは、うん、壊れてる方なんだろうなって思う。でも袋とかでも100人絶対いるからね。いや、300、400人。そうだ。もうなんか、うん、の前回かな、うん、の新一さんがゲストに来てくださった時、うん、ちょっとやっぱ袋さんと同じオーラを感じました。うん、あ、そう？月森は怖かった。新一さんが怖い？怖かったです。新一？はい。何どういう怖さなの？なんか目が目が頑張って合わせたんですけど。うん、怖くて怖かったあ、これ東ブルーさんの時と同じだと。あ、そうなの。怖いってどういうこと？やられそうってこと？そうじゃなくて、そうじゃなくて、何なんかでしょうね、嫌いとかじゃないんですけど、おうおうおう、怖いって言葉に、いや怖いってさ、なんかいろいろさ、はい、あれやん、なんか例えば、うん、私のことを狙ってそうで怖いとか、それともなんか私なんかこの人と付き合ったらいろいろ振り回されそうで怖いとか、なんかいろんなこうニュアンスがある。萎縮しちゃうんですよね。あ、萎縮しちゃう。萎縮しちゃう。え、ゲストの方基本的に私、うん、ね、優しい方多くて大好きなんですけど、うんうん、本当に東村さんと新一さんはマジで怖くて、私だからずっともう嘘ってやってました。最弱です、最弱芸能界最弱の男ですよ怖いよ、うん、ほんま怖い虚勢やからね、あのちょっと待ってくださいよとか言ってまあ、ね、最弱の男だから全然だからまあどちらかというと魅力感じないとは思わないけど、うん、やべえやつなのかなとは思って。ああ、そう、うん、でもさ魅力があるから100人いけてんやで。そっか、うん、女性の扱いが上手いとか、いや、そう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 、それはあると思うよ。すごい豆でとか、こう褒めたりとか、ね、遊び人の方ってね、こう、うん、女性の変化に気づく、すぐ気づくとか言いますもんね。連絡めっちゃ取るとか。じゃあ正解というか、ベストアンサーをですね。正解って。ベストアンサーは付き合いたくないです。ほう。以上だけ。はい。皆さんはどう思いますかに対してのベストアンサーが、付き合いたくないです。うんうん、もう一番問題やないな、この回答。ちなみに、ベストアンサーに選ばれなかった他の回答もございまして、うんうん、武勇伝を語る男は嫌われ者ナンバーワンです。ちなみに、ドクロ、ウォレットチェーンなども女性に非常に嫌われています。あ、知らないのは本人ばかりなり。そうなのね。そして、別の回答ですね。
イケメンってことよりセックスが上手そうなのでぜひお付き合いしたいと思います。その男性どこにいらっしゃるんですか。ふたなりんこさん。ふたなりんこさんという感じのね回答が、ね、それさ荒れてないこのサイト。付き合いたくないですっていうコメントにさ、なんかベストアンサーをこう設定してんのも腹立つよね。ねー腹立つわそれ。何なんそれって、まあ、付き合いたくないもうそもそもこの質問してるのも腹立つね。何をいちいちわざわざヤフー知恵袋にさ、いやでもねちょっとねお手合わせ願いたいっていう方もね現れて、いやもうこんなん全部架空の人だろ全員全員未婚の50代ぐらいのもう家にずっといる実家にずっといるおやつ無職のやつが書いてんねやろ。働けよ本当に。そういうことでございますか。まあいいじゃないですか。はい、うん、以上でございます。付き合いたくないですわ、ね、うん。それはそうってなりやつですね。そうね。はい、ということで以上ヤフーエロ袋でした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局。ここでトイズハートからのお知らせです。今日はオナつゆをご紹介します。オナホビルダーが作ったオナホユーザーに送るオナホール専用ローションです、うん、最大の特徴はさっぱりベタつかないそして乾きにくいこと。その他の特徴として細やかなひだなども体感しやすい濃度でオナホール内部の構造をより敏感に楽しめる絶妙な柔らかめの配合、うん、さらっとした濃度で使用後の拭き取り楽々注ぎやすいボトル形状で継ぎ足しも簡単。オナホをもっと手軽で身近な快感に全ての場面で快適性を追求したオナつゆは通販サイトおよび全国の販売店様で発売中です。以上トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。大喜利コーナートイズハート寄せ、次回のお題の締め切りは間もなくです。お題は小林製薬から出たエロ薬その名前とはです。そして月曜日のお昼12時からトイズハート放送局の公式 YouTube チャンネルでアーカイブが配信中でございます、はい、さらに各種ポッドキャストでも配信中でございます。ぜひチェックお願いいたします。はい、ポッドキャストなんですよね。俺ボッドキャストとか言っちゃってそうでポッドキャストなんです。各種ポッドキャストなんですよね。ごめんなさい、ポッドキャストでも配信中ですのでよろしくお願いいたしま す,、はい、いします。さあ今週もあっという間でございましたけれども、ね、いろいろのねヤフー知恵袋を見てみたいところでございましたけれどもね、まあ本当は何よりもねもう、はい、ねねちゃんが新一のことが怖かったと。怖かったこれが一番ですよね、やっぱりなんかでもスタッフさんを言うにはやっぱりちょっと結構、はい、こうなんていうの三白眼というかさ、あなんかちょっと目つきがこう猫目というかさ、あじゃあ機嫌が悪いとかではなかった。あじゃないや、大丈夫ですか。あの感じです。いつもあの感じでございますんで、ね、それを聞いて安心しました、うん、でもあいつはほんまにあのなんて優しい男なんでね。ねちょっとね、うん、お話ししたいこともあったんですよね。 あったんや。何話そうと、はい、あの新一さんのプロフィールを見に行ったんですよ、うんうん、あの趣味の中にときめきメモリアルって書いてあって、うん、あときめきも好きって言ってた。そうめっちゃ好きやねんあいつ。そうだから私もときめきメモリアル大好きだから、うん、あそうなんや。でもそうときめもやってこの業界目指そうと思った人間なので、はい、あじゃあそれでちょっと話したかったなと思って。あそうやのに俺がずっと初対面のふりをしてたからずっとあいや全然いいんですよすいませんごめんなさい。それはねなんかまたの機会に、次回の機会にね、また呼んでねちょっと叱責しましょう。本当にゲームの話とかも叱責、うんはい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバ イ, バ イ, バイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。